新たに判明したイモガエルの捕食方法が衝撃的すぎた。ようこそゲーム生物図鑑へガイドのペイです。最近改めていろんな原生生物をピクミン4のイメトレ機能などを使って観察し直しているんですが、その中でも特にイモガエル化が気になっているんですよね。個人的にペットとしてファンタジーガエルやバジェットガエルを飼い始めたので、その影響も大きいそうです。さて、そんな個人的に気になりすぎるイモガエル科の生物、よく調べ直してみると非常に興味深い生態を再確認することができました。それがイモガエルたちの捕食に関する生態なんです。一見口などが見当たらないイモガエルたちはどのような方法でご飯を食べエネルギーとしているのでしょうか。その謎に迫っていきましょう。このコロンコロンしたジャガイモのような個体がピクミンシリーズ解禁賞のイモガエルです。外伝作品でもあるヘイピクミンにも登場しているんで、本当に関連作品ほぼ全てに登場している人気個体です。チャッピーほどではありませんが、グッズ化もたまにされている貴重な原生生物です。さて、改めてになりますが、オリマーの原生生物図鑑を振り返ってみましょう。イモガエル、和名ダルマイモガエル、科目イモガエル科。目と平行に並んだ3つの斑紋が特徴。黄褐色素の比率が高く、イモガエル科の中でも特に体色が明るい。飛ぶことに特化したため泳ぎはあまりうまくはない。主に浅瀬に生息し、自分より小さく動くものであれば何にでも飛びかかり押しつぶそうとする性質を持つ。ピクミン2からある図鑑の時点でイモガエル科の中でも特に体色が明るいと紹介されていた、いわゆる通常個体のダルマイモガエルですが、複数種類いるような記述をされながら、実はあまり他の種が登場していない状態でした。カエルとは言ったものの、泳ぐという能力を捨ててまで押しつぶすことに特化した謎の進化を遂げています。でもこれだけ体高が高く手足が小さいと、ジャンプもそこまで得意ではないような気もしますが、とんでもない跳躍力を見せてくれます。それに空中で空気を蓄え膨れることで、ある程度の時間滞空し獲物に狙いを定めます。この空中でぷっくりした姿はまるで別人で、何とも言えない独特の表情が可愛いですね。そんなイモガエルですが、子供個体であるオタマと呼ばれる原生生物が存在しています。オタマ、和名ダルマイモガエル幼生、科目イモガエル科。イモガエルは春先に池や湖に張り出した木々の枝に産卵する。この方が青ピクミンやダンゴナマズなどに捕食される心配が少ないからである。春先に成体のイモガエルが水面でよく跳ね回るのは、一説に捕食者を水辺に近づけさせないためとも考えられている。ズバリ図鑑の中に名前が出てきておりますが、青ピクミンやダンゴナマズはイモガエルの天敵なようです。このように普段私たちの味方であるピクミンが、実はその他の生物にとっては厄介な存在であるというような図鑑の記述は、多方面に物事を見ることができ、世界観をより深く理解できる要素ですので、貴重な資料となりますね。その天敵でもある原生生物から自らの子供を守っているような記述があり、いかにも子を守る優しい親であり、しっかりオタマの面倒も見ている、親子が共生している生物なんだと思っていたんですが、新しく公開されたピクミンポータルサイトでの新情報によって意外な一面が再発見されたんです。その少しほっこりする新情報がこちら。妖精を誤って踏んでしまわないよう離れた場所で活動することが多い。はい、まさかのイモガエルは子離れをする生物なようですね。理由がとても可愛らしいと言いますか、自らの最大の特徴が最愛の存在から遠ざかる原因になっている。なんともイモガエルらしいといえばらしいですかね。さてさて、そんなイモガエルさんなんですが、冒頭で少し触れたように獲物の捕食方法がとんでもない方法だったということが新しく発見されました。その情報の鍵を握るのが、ピクミンポータルサイトでのイモガエルの図鑑と、ピクミン4にて新登場した完全に新種の原生生物だったんです。その新種の原生生物がこちら。
一見イモガエルのようにも見えますが、なんか色が寒そうですよね。冷やし芋、和名ボタユキイモガエル、科目イモガエル科。大きく飛び上がって獲物を押しつぶす際、硝酸アンモニウムと尿素、水を含んだ混合液を体外に放出し、吸熱反応による急激な冷却で凍らせてより確実なものにしている。獲物は潰して腹から吸収するが、食べずに微冷凍状態のまま保存することもできるため、餌が少ない環境にも容易に適応している。はい、ついに新種のイモガエル科の生物が登場です。その名も冷やし芋。名前の通り冷たい冷たい見た目と能力をしています。図鑑の中にも気になる点は多数存在していましたが、そこは後ほど解説するとして、イモガエル科がどうやって獲物を捕食しているのか、衝撃的な情報が掲載されていましたね。そうです、なんとイモガエル科の生物はプレス攻撃で押しつぶした相手の体液をお腹から吸収していたんです。これには驚きでしたね。確かに口のような器官が見当たらないので、どこから食べているんだと思ってはいましたが、まさかの腹から吸収しているとは。こちらのピクミンポータルサイトの文面でも詳細が書かれていますが、実際ピクミンたちのことを想像するとなかなか耐え難い光景と言えるでしょう。腹から体液を吸収し栄養を得るとは一見とんでもないことのように感じますが、実際のカエルの性質を考えると意外と理にかなっているとも言えるんですよね。もちろん現実世界のカエルたちが獲物の体液をお腹から吸収し栄養を補給することはありません。しかし水分ということになると話は別なんです。なんとカエルたちの多くはお腹の皮膚から水分を吸収していると言われています。口あるのになんで？と思うんですが、カエルたちはほとんどの場合口から水分補給をすることはありません。両生類であるカエルと水の関係は切っても切り離せないものですが、カエルはお腹の皮膚で飲んでいい水と飲めない水を感知し、必要な分を吸収しているわけです。確かに口から水を飲むと我々人間にも言えますが、お腹がパンパンになり動きが鈍ります。必要な食料の補給にも影響が出るかもしれません。その点カエルは両生類で皮膚呼吸ができるからこそ、お腹で水を飲んだ方が効率的なわけです。実際僕もファンタジーツノガエルとバジェットガエルという2匹のカエルを飼育しているんですが、その飼育の際に重要になるのももちろん水で、一見うんちをしていない水は色も変わっておらず綺麗に見えるんですが、その中には尿や餌を食べた時のゴミなどが日に日に混じっていくわけです。カエルたちにとって飼育下ではその尿入りの水を飲むしか選択肢がなく、放置していると見た目綺麗な水でも問題なんです。ですので頻繁に水替えを行い、水を清潔に保つ必要があるんです。カエルたちの飼育を考えている人はしっかり事前に調べてお迎えしてあげてくださいね。少し話はずれましたが、いや生き物って本当に面白い。イモガエルたちは現実のカエルたちの一歩先を行き、水分も栄養もお腹から吸収できるとんでも原生生物でした。さて今回の一番伝えたかったイモガエルのトピックはこの点だったんですが、せっかくですんでピクミン4で新登場した新しいイモガエルの生態にも迫っていきましょう。まずは先ほど軽くご紹介した冷やし芋の詳細をご紹介しましょう。冷やし芋、和名ボタユキイモガエル、科目イモガエル科。ベースの体格などはイモガエルとほぼ同じで、獲物に飛びかかりプレス攻撃を仕掛けるのも本家イモガエルと全く同じなんですが、スペシャルな機能がこの子たちには備わっているようです。大きく飛び上がって獲物を押しつぶす際に、硝酸アンモニウムと尿素、水を含んだ混合液を体外に放出し、吸熱反応による急激な冷却で凍らせて獲物の捕獲をより確実なものにしているんですよ。原生生物図鑑でも硝酸アンモニウムとか尿素とか混合液とか頭が痛くなるワードで説明してくれておりますが、硝酸アンモニウムと尿素と水の混合液を反応させると急激な吸熱反応が起きるわけです。
もっと軽く説明すると、特殊な混合液を狙った獲物に吹きかけることにより相手の熱を急速で奪い凍らせる、または動きを鈍くさせることができるんです。つまり冷やし芋の冷凍攻撃は冷気を直接噴出して凍らせるのではなく、対象物から熱を奪うことで成立しているんですね。対象物から熱を奪うことによって狙った獲物が逃げるのを防ぎ、さらに冷凍することによって日持ちのするエネルギー源を手に入れる。ものすごく効率的な進化をした冷やし芋は、芋ガエルよりも一つ上のレベルの原生生物と言えそうです。そしてピクミン4で登場したのは冷やし芋だけではなく、さらにもう一匹特殊な芋ガエルも登場していましたよね。この一見普通に見えるんですが、近づいてみるととんでもなくでっかい化け物サイズの、その名もヌシガエルです。ヌシガエル、和名ダルマイモガエル長寿個体、科目イモガエル科。イモガエルなどの仲間は成体になった後、通常繁殖を機に急激に成長が落ち込む。しかし天敵などがいない安全な環境下では繁殖行動をすることなく成長を続けて巨大な姿になってしまう個体も存在する。イモガエルはもともとテロメラーゼという酵素が活発で、体内の細胞の老化を防いでおり、条件が合えば50歳を超えることも珍しくはない。はい、実は腸がつくほど特別な個体というわけではなく、こんな面白い事情があったんですね。天敵が少なく安全な場所で生活をしていると、子孫を数多く残し、少しでも種がつながっていく可能性に欠けるのではなく、自らが長く生きるという選択をする。ものすごく興味深い生態です。我々人類のように感情豊かな生物は、種の繁栄より個人の幸せを考えることも少なくはありません。しかし自然界で生きる多くの生物は、種が繁栄することこそに意味を持ち、繁殖を終えた後命を落とす個体もいるほどです。それが個人が長寿化することを選択するとは面白い。たまに僕の動画にも、ゲームだろ、そこまで考えてないよとか言われてしまったりもするんですが、こうやっていろいろ面白みを感じてゲーム内の生物を観察してみると、また違った価値が生まれて楽しいんですよね。そういえばもう一点、ヌシガエルの原生生物図鑑にて面白い記述がありました。テロメラーゼという酵素が活発で体内細胞の老化を防いでいると。僕も生物学の専門家でも科学の専門家でもないので、限られた知識の中での説明で申し訳ないんですが、テロメラーゼとは真核生物の染色体末端に存在するテロメアと呼ばれる部分を伸長する酵素のことを言います。はい、もう頭痛いですよね。なので非常に端的に伝えると、 DNA が細胞分裂によって複製されるたびに DNA は短くなってしまいます。これを防ぐのがテロメアの役割で、 DNA の重要な部分を短くしてしまうのではなく、重要な部分の末端に存在するテロメアって部分を捨てちゃいましょうってことなんです。そしてその切り離されて短くなったテロメア部分を伸長してくれるのがテロメラーゼなんです。テロメアという部分がなくなってしまうと、ついに細胞はそれ以上分裂できない、細胞老化という状態になってしまい、よろしくありません。しかしイモガエルはそのテロメラーゼが活発なので、細胞老化までの時間を思いっきり引き伸ばすことに成功しているんです。だから50歳を超える長寿個体が存在できるんですかね。恐ろしきイモガエル、そして長寿化して繁殖もしなくなった個体がヌシガエルってことなんです。今思えばヘイピクミンに登場していたこのでっかいイモガエルもヌシガエルだったのかもしれませんね。その他にも実はピクミン4には通常より巨大化した原生生物が登場していますが、こいつらはこいつらで、またヌシガエルとは違った理由でこのような姿になっているんです。その個体についてはまた別の機会にお話しすることにいたしましょう。さて、いかがでしたでしょうか。イモガエルって定番の原生生物で、正直今更動画で紹介するような面白い生態はないかなって思ってたんですが、まだまだ皆さんと話せることありましたね。この他にも僕の大好きなマロガエルや
ヘイピクミンに登場した焼き芋ガエルなど、まだまだ芋ガエル科の生物はいますし、これからも登場してほしいです。皆さんの芋ガエル科への愛もぜひコメント欄でコメントしていってくださいね。このチャンネルではピクミンたちについては原生生物の面白おかしい生態紹介や考察などたくさん行っておりますんで、気に入ってくださった方はぜひ他の動画もご覧いただけますと嬉しいです。またチャンネル登録していただけると嬉しくてぶっ飛びます。それではまた次回お会いできる日を夢見て、またね。